はい、それではピオ将棋の、レベル18に行きましょうか。ピオヤ2段ですね。そろそろね、強豪選手になってきてるんじゃないでしょうかね。レーティング1270ですか。でもこれでも、ではこのレーティングってありますけど、このレーティングって、これ、将棋クラブ24ではないですよね。将棋クラブ24のレーティングとはちょっと違う気がするんですけど、まあ、よくわからないですね。レーティングっていうのもなんか、何その手。三間飛車を誘ってんのか？これ交換したらまずいの？これ交換したらまずいのかな？玉が勝って。まだまだこれからピオと、それはそれはそうですよね。まだまだこれからであることは承知してるわけなんですけど、これ銀上がってった方がいいな、これ。ああ、じゃあ止めといて。これ要はさ、これ8五歩と出てきたときに、これ上がっちゃおうか。次7七歩の叩きがあるので6八金としときます？ねんやねんを入れて。なんか一歩交換した手が相手にとってもなんか攻めの形になってるんで、どうなんですかね、これはね。おっと、居飛車穴熊をしてくるのか。どうしようかな、これ一回止めるか。なんか、尺だけど。どうしようかな。6七、いや。まあ、6七金とグイッと上がって、手厚くさしていきますか。なんか、居飛車穴熊相手に木村美濃っていうのもちょっといかがなもの。ああ、まあ、どうしよう。まあ、6五歩として、取られて取って、同飛車で来るのか。ちょっと待って、これまついな、これ。どうしよう。銀打つし。いや、これまついな、これ。これ角。いや、ちょっと待って、これまついぞ、これ。金上がるしかないのか。金引しまって。ちょっと待って、これまずいな、これ。金引く。ちょっと待てよ、これまずいなぁ。飛車寄るか。ちょっと待って、手拍子に差しすぎたっていうところもあるんですけど、ちょっとこれ形勢が悪いですね、これね。あら。え、何？何ですか？なんか今落としたよね。何？ちょっとわかんないから続けますか？なっていって。ちょっと待って、これ待ちすぎるな、これ。ちょっとこれはひどいな、これ。まあしかし、すぐには負けない手を指すのが自分。でもさ、なんかコンピューター相手にさ、すぐ負けないさ、クソ粘り見せてもなんか虚しいですよね、なんかね。なんてのかな。ねえ。どうしよう、これ。どうしようもないよなぁ。まあ、角とか、いや、でもなぁ。まあ、角でも打って、駒拾いに行くんですか？よし、ピオじゃないよ。でも、これで相手がね、あそこに行くのか。ちょっと相手がこうやってね、孫ついてる間に、駒を拾って、これ相手相当手損してるんで、この調子ピオとか言ってますけど、このままやっていくと自分だけどんどん刺していくことになるんでね。まあでもね、これ、この辺がね、まあちょっと手加減してるところもあるんですよ。やっぱりね、最高レベルじゃないので、相手のレベルがね。そうそうそう。相手らの、確かね、30だったかな。レベル30が確かね、一番強いバージョンです。おっと、それはしかし同銀で、竜が来ますけど、いや、でもこれだったら、馬引いといてさ、ようやくね、ちょっとね、手加減の時間が終わったのかな。でも銀、桂先の銀定石なりで、パンツ脱ぐ？パンツ脱ぐのそこで。いや、パンツは履いといた方がいいと思うけどなぁ。って、そんなこと言う資格はないんですけど。
パンツはちょっと履いといた方がいいと思いますよ。皆さんもね。ちょっとパンツはあまり脱がない。ああ、ねじり、あ、そうか。その手が意外と厳しいということか。これ次48、あ、でもそうか。48金は同飛車ですからね。大した手がないのだよな、これな。どうしようかな。なんか、ちょっと俗っぽいけど42強者とかもあるかな。これ次相手の狙いがよくわかんないですよね。3九銀と打ってきても同金4だったり。3なら銀と打ってきても同銀同桂なり同金。2九金でも詰みはないので。攻めに行ってみますか。あ、逃げるんだ。じゃあこれなっといてね。そういうことやるの？いや、その手はないわ。その手は、ないですよ。うん。それさすがにね、手加減しすぎた感じ。まあ、でもこれ、うまい、引っといて。あ、はいはいはい。やっと攻めに来るんですね。で、これはね、取られちゃうとまずいわけなんで。いや、相当手加減してもらってんな、これ。うん、手加減してもらってますね、これは。どうしようかな。42とで勝てればいいんですけど、42と47金、32と38金同飛車、なんか負け臭いですよね。負け臭いんだよな。39桂と受けると47金はどう、まあ、でも39桂でいいか。まあ相手の攻め、そんな大した攻めないですからね。あ、これは大したことないですね。これ大したことないと思うので、あ、大したことあるのかな？いや、大したことはないと見た。これ、うん、3の桂内って同桂、同桂内、同、大丈夫なんですよね。だから取っちゃって。うん。31金と打ち込むのはちょっと危ないというか、それはちょっとやばいですよね。危ないっていうか、まずいので。まあ、こうですか？あ、なんか、アナウンスが。まあ、いやいや。これ取りますね。同銀で。いや、これ詰まないでしょ、これ。これ同玉でも2五桂打ちでも詰まないし、同金も詰まない。うん、まあ同玉、同玉だと危ないかな。2五桂馬と打って、こうやってこうやって打って、いや、同金の方がいいかな。うん、これは詰まないですね。ちょっと、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと桂馬打つか。ちょっと今のはね、17玉が正解でしたね。16強食らうのはちょっと怖いので。え、これ、まずいのこれ。ああ、よかったよかった。これ積みますね。いや、なんか手加減してもらった感が、なんかすごいですね、これね。いや、勝ったけど、勝ちました。勝ちましたけど、ちょっと、なんか褒められない勝ち方でしたね、これね。ほら、だって後手優勢になってるもん、この辺。ねえ。なんかちょっとうるさいな、なんか外が。なんだよ、もう。なんか、なんとか、防災なんとかとかやめてほしいですよね。防災は。あ、でもそうか。よくさ、パンパンパンプン、こちらはなんとかかんとかですとかさ、市役所ですとか、なんか区役所ですとか、なんかよくあるじゃないですか。ああいうのってさ、別にその、市民の皆さんにお知らせとかするんじゃ、お知らせとかするんじゃなくて、そういう意味でやってるわけじゃなくて、なんか、その放送のテストっていうかね、放送が壊れてないかどうかテストするために放送してるとか、なんかそういう噂も聞きますよね。ちょっとわかんないですけどね。まあでも勝ちは勝ちです。ありがとうございました。